宇和島市立上北中学校は愛媛県宇和島市にある公立中学校。生徒会活動が自主的で活発な学校である。近年、中高一貫の愛媛県立宇和島南中等教育学校の設立により生徒数が減少している。以下の小学校校区、上北中生徒会は全校生徒が会員である。毎年1回、1学期中に行う。 場合により2学期に一度開く、全校生徒が参加する最高議決期間。入らずの森は平成5年度からの校舎改築を始めるにあたり、撤去か保存かということで新聞等に取り上げられ話題となった。撤去側の主張は運動場の面積の約5分の1を占めることから部活動や体育において支障をきたすというものであった。これに対し保存側の主張は、 運動場に入る森の緑は生徒の上層教育の面から考えると非常に役に立っている。また、多くの卒業生がこの森に思い出が込められているというものだった。入らずの森は、その名の登草先の保存に努めるため、中に入ってはいけない。また、森の頂上には、祠がある。さらに、森の西北部、体育館との間には、岩石園があり。 何十種類かの四国各地で採集された岩石が並べられている。ちなみに森の清掃は体育院及び周辺を使用する部活が受け持つ。その他、漢字クラスマッチ、学習クラスマッチなどがたびたび模様される。ありがとうございます。